バハイ教は、バハオラの教え、あるいはバハーに従うものの意味がある。それは、アラビア語バハーに由来し、栄光、後期を意味し、この語にペルシャ語の設備辞意がついた形である。英語でのバハイズムは、軽蔑的な意味合いを含んで使われるとされ、この宗教を示す語としては、ボホ、アイフェイスが、標準的である。バハイ教の教義はいくつかの点で、他の一神教信仰と似ている。 神は唯一であり、すべてに権能を持つものとみなされている。ただ、バハオラ自身の家系、また、神学上、重要視される、制約も、アブラハムへ遡るところから、バハイ教は、基本的には、アブラハムの宗教の系列に含まれるものだが、モーセ、イエス、ムハンマドラに加えて、アブラハムの宗教に含まれていない、ゾロアスター、 釈迦などの世界のすべての大宗教の創始者も神の権事者であり、バハオラ教の創始者バハオラはそれらの最も新しい時代に生まれた一人であるとされる。そのため、バハイ教では主要宗教を社会監修や解釈によって分かれてはいるが、目的においては原則的に一体であるとみなしていて、このような多宗教を排除しない寛容な思想の影響もあり、 相手を回収させる目的での布教活動は禁止されている。また公然と人種差別とナショナリズムを拒絶し、諸民族の一体性についても同様に強調している。バハオラ教の教えの中心には、すべての国々、民族、信条階級の繁栄が保障される統一された世界の秩序を打ち立てるという目的がある。人類の平和と統一を究極の目標とし、 真理の自己探求、男女平等、一夫一夫性、科学と宗教との調和、偏見の除去、教育の普及、国際補助後の採用、極端な貧富の差の排除、各国政府と法律の尊重、アルコールや麻薬の禁止などの協議、戒律を持つ。発祥地のイランや中東にとどまらない世界的な普遍宗教としての性格を有する。バハオラの長男で、 1892年に、バハイ共同体の指導者となったアブドルバハは、猿から人間が進化したというアリーな進化論を否定し、人間が時と共に進化をしたきたことを認めながらも、初めから人間としての特徴と可能性を持った独自の実態であるという創造論を主張した。類心的な啓示というバハイ教の概念は、世界の諸宗教の有効性の需要に着着し、 それらの宗教の創設者たちは神の権事者とみなされる。宗教の歴史はその時代、その場所にふさわしいものとして、聖典として与えられ、より広範な、より進歩的な啓示を、権事である者たちがもたらす一連の配分であると解釈される。特定の宗教の社会的な教えは、後の権事によって、時代や場所によって適切とされるように無効とされるかもしれない。 反対にある一般的な原理は普遍的で一貫しているようにみなされる。バハイの信仰ではこの類心的啓示の過程は終わることがないが、それは周期的だと信じられている。しばしばバハイの信仰は先行宗教の信条を根拠したものとみなされるが、バハイ教徒は彼らの宗教は自分の聖典、教義、歴史を持つ独自の伝統だと主張する。スンナ派。 シーア派ともにイスラームの機関や聖職者は、バハイ教をイスラームからの帰教者、または廃教者とみなし、バハイ教徒への迫害につなげている。相対年代及びバハオラの教えの現代の状況への妥当性において、他の伝統と異なるものとし、バハイ教徒は自らの信仰を独立した世界宗教としている。バハオラは、 先行宗教のメシアサイリンの希望を満たしたものと考えられている。ヤーバハウルアブハーユダヤ教、キリスト教、イスラームに共通する唯一神を信仰する。聖典の言語では、アッダーやホダーなどが一般に使われるが、いくつかの例外を除いて、各国語に翻訳されて使用されている。アッダーフアブハーバハイ教において、最も基本的な祈りであり、翻訳されずに、 言語のまま唱える。バハオラがアドリアノープルに追放されていた頃から使用され出した。やあ、バハーウルアブハーなるもの,の好奇期を、バハーは、バハイ教において最大の名とされる。バハイ教では、イスラームの伝承では、神の多くの名称があるが、そのいずれが最大の名であることは隠されていた。バハオラはそれは、バハであると掲示された、とする。他に、不価値の本質。 絶対一世それ、自体、すべての名称の主などとされ、ダニエル書の、日の置いたるものや、慈悲深いもの、自尊するものなど、クルアーン由来の名称も多く使われている。バハイ教における重要な概念に、神の権事者がある。これは、セム系一神教の預言者にあたり、バハイ教でも預言者という言葉は使われるが、神の権事者という言葉がより好んで使われる。 神の権事者とは同じ神から使わされて、同じ目的のためにこの世に現れるとされる一連の人間のことであり、その本性は神と世界の仲介者である。古くはアブラハムやモーセ、イエス、ムハンマドなどであり、バハオラに続くとされる。同じ神から使わされた彼らは、その教えに本質的に違いはなく、差異があるように見えるのは、ただ時代。 地域の制限と能力による。神の権利者には優劣はなく同等であり、本質においては彼らは一つである。これらのバハイ教独自の預言者観は、バハオラの核心の書やアブドルバハの質疑応答集に最もよく表されている。この神の権利者という考えは、類神的啓示という概念と直接にリンクしている。神の権利者は、 各時代に現れて新たに神の啓示を伝える。それは、各啓示の根底に共通する、普遍的な教えを時代に合わせて適用させるためであり、その目的は人類を教え、進歩に導くためである。そのために啓示は、類進的に行われ、それに終わりはない。ムハンマドからバーブまで千年以上の時の経過があり、バハオラから少なくとも千年間は、新たな見事者が現れることはない。 大予言者と小予言者神の剣持者と呼ばれる、大予言者と小予言者と呼ばれる区別する。前者は太陽であり、後者はその熱と光を受ける月に例えられている。モーセに対するアロンや、ダビデ、エリア、エリシャ、イザヤなどの旧約聖書の予言者が小予言者とされ、彼らは大予言者であった、モーセの影響のもとにあるとされる。神の剣持者、大予言者とされるものは、 アダム、ノア、アブラハム、モーセ、イエス、ムハンマド、バーブ、バハオラのほか、ゾロアスターが、バハオラ自身によって言及されている。さらにアブドル・バハによって、クリシュナ、ブッダが神の権利者として言及された。孔子については偉大な教育者で改革者と言及しているが、バハイ教では、神の権利者と認定されなかった。 アダムからバーブまでが一つの周期であり、バーブによって新たな刑事の周期が始まったとする。バハオラの書簡が神の言葉として最重要視され、その先駆者であるバーブの著作も重要視される。アブドル・バハは前二者のように神の権事者とはされないが、バハオラから聖典の解釈者に任命され、彼による質疑応答集、講話、書簡等も聖典に入れられている。 各人相当量の所管が存在するが、主要な著述を年代順に下記に列挙する。バーブ・バハオラ・アブドル・バハバ廃墟で重視されるものの、一つに、聖約と呼ばれるものがある。聖約は、人間が神の権事者を通じて、神と結ぶ約束で、神は人間を援助し指導するとされる。これは、大聖約と呼ばれ、仏だ、イエス、ムハンマドなどの権事者は、 すべてこの体制約を果たすために下されたと考えられている。また、権事者の後継者に関して、権事者と信者が交わす契約を、小制約と呼ぶ。まず、バハウッラーの死後、後継者として、息子のアブドルバハを受け入れるよう信者と契約を交わし、アブドルバハの死後はさらに、孫の将棋エフェンディ、そして、バンコク正義委員へと継承されていった。この制約のおかげで、 バハイ教は分裂とは無縁で和合を保ってきた。次の原則は、バハイの教えの理解しやすい要約として、頻繁に列挙される。それらは、アブドル・バハの1912年のヨーロッパ及び北米での旅行での講演の記録に由来する。バハオラは5つの存在領域を区別していた。使用される用語は、部分的にはイスラーム、シンプラトン主義にまで遡ることができるが、 これは、バハオラが、シンプラトン主義の世界観を立証することを意味するものではない。彼は、すべての刑事上学的見解を、絶対的真理ではなく、精神、心理的、文化的な繁栄として、相対的なものとみなしている。バハイ教は、主に社会倫理や個人倫理に焦点を当てながら、刑事上学の重要性を強調する。神はつの領域すべてに権限し、 人間は物質世界から天使的世界の間に存在する。心的な世界はこの世界の周りを回り、すべてが相互依存している。心的世界は因縁によってのみ記述することができる。ナースートとマラクートは創造の世界であり、同じ霊的な法によって支配されている。この世界の人生の目的は、次の世界に必要な霊的な資質を育てることである。 バハオラは、また神の多くの世界について書いている。スーレバハでは、神の世界は、あなたたちの数法では数えきれず、あなたたちの尺度において無限であるという真実を知りなさい。全知、全権なる神以外には誰もそれを資料知り返すことは、できない。アブドル・バハは、ローヘア・ファー・キーへにおいて、無限の世界に、無限の神の権事者たちがいる、と述べている。 バハイ教では祈りを義務とされる必須の祈りと献身的あるいは一般的祈りの2種類とする。どの祈祷文もバーブ、バハオラ、アブドゥルバハに由来し、多くの祈祷文が残されている。一般的祈りは様々な場合に唱えるものとして分類されており、バハイ教徒は任意にこれらの祈りを行うことができる。 義務となる祈りバハイ教徒は、毎日、必須の祈りと呼ばれる祈祷を行うことと、断食祈が最も大きな義務になっており、それを怠ることは霊的な罰則を持つものと、みなされている。バハイ教の特徴として、必須の祈りは、各個人で行うことが規定されており、キリスト教の天霊やイスラームの集団礼拝用に、義務としての集団礼拝は存在しない。例外として、 個人のための祈りのみ、回収の祈りとして設定されている。ケターベアクダスにおいて、この質の祈りについて規定された。バハオラは別の書簡に、この祈祷文を書いておいたが、周囲のイスラーム教徒を刺激しないために当時それを公開しなかった。この時書かれたテキストは九つのラーカーからなるものとされていたが、バハオラの死後、長男であったミルザー・ムハンマド・アリーによって金庫から盗まれ、 失われてしまったその後、上記のテキストの代わりに、バハオラの三つの祈りのテキストが、日々の必須の祈りとして使われている。原文はいずれもアラビア語であるが、各国語に翻訳されたものが使用される。バハイ教徒はこの三つの中から一つを任意に決めて、使用するが、それぞれの祈祷文の規定に従わなければならない。規定三つある、必須の祈りのうち、一つを自由に選び、 その規定に従い祈ること。それぞれの必須の祈りの前には、手と顔の洗浄を行わなければならない。正常な水が得られず洗浄が行えない場合は、いとも純粋なる見方、いとも純粋なる神の御名においてと5回繰り返した、後に祈祷を行う。また、怪我などによって、水の使用が害になる場合もこれに準じる。必須の祈りには、毛振れにあたるが定められており、 悪化のバハオラの病の方面を向くことが定められている。短い必須の祈りこの祈りを選んだ場合は昼に飲み、使用することができる。この祈りは、神の前に、謙遜の姿勢で立って行わなければならない。最も短く、アラビア語原文では25ワードに過ぎないが、人間として生きる目的、つまり人間は神を知り、崇拝するために創造されたことを簡潔に示している。 注意と長い必須の祈りは、実例や気配などの動作を含み、それが物理的に行えない場合以外は義務である。注意の必須の祈りは1日に朝、昼、夜の3回行うことが規定されている。長い必須の祈りは24時間に一度唱えることになっている。15歳未満、70歳以上、病気中の人、月経中の女性は、義務的ということから免除される。 注意の必須の祈りこの祈りを選んだ場合は朝、昼、夕に3回使用する。手と顔の洗浄に関わる祈りを含む、バハオラの祈りと瞑想にテキストを見出すことができる。長い必須の祈りついたちに一度使用することができる。バハオラはこの祈りについて語っている。この祈りは自身が祈りに満ちた気持ちを感じた時に行うものである。実にこれは このようなものとして掲示された。もし、それが岩に向かって唱えられれば、岩は動き出し、叫び出すであろう。山に向かって唱えられれば、山は動き出し、流れ去るであろう。これを唱え、神の掟き手を満たすものは前期かな。これもバハオラの祈りと瞑想にテキストを生み出すことができる。この長い質の祈りは、サラート、またはナマーズとして知られている。 95回の商名を1日の中に、アラーフ・ワブハという最大の名を含む商名を95回唱えることも義務とされる。この祈りを行う場合も戦場を行うことを義務付けられるが、必須の祈りに伴って行う場合は、合わせて一度の戦場で良いことになっている。19日間の断食は、バハイ歴の1年の最後の月にあたる19日間の 日の出から日没まで行われる期間である。必須の祈りに加えて、バハイ教徒にとって最も大きな義務となっている。バハイの断食はいくつかの多宗教の断食の実践に似ている。断食はバーブによって設定され、バーブはペルシャ語のバヤーンにおいて、バービレキの最後の月の19日間が断食のあたると記した。バハオラによっても受容された。 これについての規則は、ヘターベアクラスによって記された。春分前の19日間がこれにあたる。この時期以外に断食することも許されているが、それは進められず、ほとんど行われない。必須の祈りと同じく、バハイ教徒にとって最も大きな義務であり、人を神に近づけることを意図している。将棋へフェンディは次のように説明している。断食は、 本質的に瞑想と祈りの期間である。その間に信者は自身の内なる生命を再調整する手配し、魂に潜在している精神的力を活気づけ、生き返らす努力しなければならないこのようにその重要性と目的は基本的に精神的な特性を持っている。断食は象徴的であり、肉体的な欲望と利己心を節制することを思い起こさせる。 断食の規定と免除断食の期間は、馬イ歴のウルービの終了から始まる。日の出から日没の間、飲食及び喫煙は立たれる。15歳以上に達すれば、男女共に義務とされる。もし無意識間に接触してしまっても、事故として断食を破ったことにはならない。昼夜の時間が大幅に変わる。高緯度の地方では、時計によって、その時間を固定する。 断食の義務の免除について、ケタアベアクダスは提示している。免除にあたる人は失素に、また私的に接触するように求められる。他に旅行中においても、断食の免除が与えられる。家に帰った場合は直ちに断食をし始めなければ、ならない。保護後らは、神の権利と訳される、ケタアベアクダスによって規定された、社会経済的かつ霊的な法である。 その最も基礎的な形式は、本人の負債の支払いの後に残った、十分に生活できる財産よりも多い余剰部分の19%を提供することであり、その提供資金は、社会的、経済的な開発計画や人道目的に使用される。1873年に、ケタアベアクダスによって、保護ごらの方は書かれたが、最初の段階では、支払いの受理は行われなかった。 1878年に、バハオラは最初の受託者を任命し、イランでの信者から福福を受け取る責任を持っていた。この後、中東のバハイ教徒に広がっていった。1985年、福福に関する情報は世界的に拡散された。1991年には、福福ラーの中央事務所がバハイ世界センターに設立された。バハオラ在世時は、 福ク,クは彼に直接管理され、その没後には、アブドルバハがそれを行った。アブドルバハの遺訓において、保護後らは、ザ・ガーディアン・オブ・ザ・コーズ・オブ・ゴッドによって、提供を受けると規定された。バンコク正議員の選挙以来は、この期間へと提供される。計算福クラークらの支払いは、個人所有物の価値の計算に基づく。必要経費が全て支払われた後、当人の財産。 収入を対象とする。所有物のカテゴリーは、住宅、必要な家庭用品、ビジネスあるいは、専門の設備及び、家具のようなものは、福祉村や他の支払いから免除される。どの用品が必要で考えられるかの決定は、バハオラは、当人に、それを任せた。バハイ教徒の巡礼は、ハイハ、アッコの聖地と、バハイ世界センターのバージュを訪れることからなっている。 バハオラは、ケターベアクダスによって、バグダードのバハオラの家とシーラーズのバーブの家へ、この二つの場所への巡礼を命じた。スーレ端として知られる二つに分かれた書簡では、これらの場所への巡礼のために、特定の儀式を規定した。余裕があり、そうすることができる場合、かつ、それを誰かが妨害しない場合は義務である信者はどちら、片方を自由に選ぶことができた。その後、 アブドル・バハは巡礼の目的地として、バージのバハオラの廟を指定したが、そのための特別な儀式は規定しなかった。バグダートのバハオラの家バグダードの最も偉大な家バハオラの家は、1853年から1863年まで、バグダートの北東、スレーマニエ氏の近郊のクルディスタンの山に2年間を除いてバハオラの住んでいた場所であった。それは、 チグリス川の西部土手のカディメイヤ地区にある。それがケターベアクダスによって巡礼地として指定され聖地とみなされた。1922年、シーア派の権威者がこの家を没収した。国際連盟の委員会は、バハイ教徒の返還請求を認めたが、コミュニティに返還されなかった。2013年6月に不明瞭な状況の中破壊された。6月27日、 万国政議員はすべての全国精神行政会にかの家が破壊されたことを書簡で通知した。伝統の位置にバーブの家があった。1844年5月23日にバーブはこの家でモンラーホセインに自らの使命を表明した。1942年3月にそれはバハイ教の敵によって攻撃され破損した。1955年には破壊されたが、 後に再建された。1979年のイラン革命によって再び破壊された。1981年には通りと公共広場にされた。9日間の巡礼地巡礼地として、バハイ世界センターの夏季の場所が定められている。夏季は信者に要求されるか、進められるバハオラの教えの数例である。バハオラは、古事記や苦行をする生活を禁じた。 修道院制も禁じられる。バハオラ教徒は、有用な仕事に従事する間に、精神的なことを実践することを教えられる。霊的な生活の中での自己奮起と人類への奉仕の重要性は、バハオラの著作の中でも強調されている。そこでは彼は人類への奉仕の精神において、仕事をなすことを神の前で祈り、礼拝することに等しく楽しむと述べている。 バーブ手書きのヘイカル語母制、またはヘイカルは将棋エフェンディによって研究されている。厳密に言えば、語录制はバーブによって使用され説明されたように、私たちの信仰の象徴である語录制は、バーブとバカオラによって、書簡や手紙の外トランに使用されている。ハイカルはヘブライ語ヘイクルの借用語であり、それはエルサレムの神殿を意味した。アラビア語では、この意味の他に、 人体や何かの形を意味する。バハオラは特に、スーレヘイカルにおいて、寺院の意味はそのままとし、ヘイカルを神の権事者としてのバハオラ自身の体を意味するものとして使用している。おう、生ける神殿よ。実に、我らは、天と地の間に、我が原理の印として、何時を定めた。アイソセフィのアブジャド法によれば、バハという言葉は旧の数化に相当するために、 Q という数字は、和解教において、頻繁に使われている。最も一般的に使用されている形は Q、防星である。リングストーンこのシンボルは、アブドル・バハによってデザインされたものであり、それは二つの星によって構成されている。下のラインは、人間性と想像の世界を表し、上のラインは、神の世界、真ん中の線は、神の現れと啓示を表す。 二つの星は、バハオラとバーブを示している。1844年に、イランのシーラーズの商人聖イエド・アリー・モハンマドが、諸々の宗教で、約束された人物の先駆者であると宣言して、アラビア語で、門を意味する、バーブの称号を名乗った。彼の開いたバーブ教は、実質的にイスラム教から独立した宗教であると、みなされる。シャイヒー派の神徒を中心に、 多くの12イマーム派の信徒に支持されたが、イランの12イマーム派ウラマーたちの強い反発を招き、ガージャール朝政府の弾圧を受けた。結局バーブは1850年、タブリーズで処刑されるが、信徒たちは今度はバーブが予言した、神が表したまうものの到来を探し始めた。ガージャール朝に使える高級官僚の家系に生まれた、ミールザー・ホセイン・アリーは、 バーブ教が開かれた直後からバーブの信徒で1852年に政府により逮捕され拘束された。このテヘランでの獄中生活の最中に彼は自身がバーブが予言した神が表したまうものであると最初に受け取ったとされる。9年後の1863年、ホセインアリはイラクのバグダードに追放されるが、ここで彼は正式に 自身がバーブの予言した神が表したまうものであると宣言し、アラビア語で神の栄光を意味するバハオラの称号を名乗った。これがバハイ教の実質的な始まりである。バハオラの教えはバーブ教のほとんどの信徒に受け入れられたが、バハオラ自身はイラン政府とオスマム政府の警戒を受けてバグダードからイスタンブール、エディルネに移され、最終的には1868年に パレスチナのアッカに流され、後にその近辺にあるバージに移り、1892年にそこで昇天した。アッカ及びバージの地は、バハイ教徒にとっての聖地となっている。アッカやバージ以外で、バハイ教の聖地は、ハイハのカルメル山の斜面に位置するバーブの聖病とその、周辺地域である。バーブの以外は、イランから聖地へ運ばれ、 バハオラによって指定された場所に築かれた聖堂に埋葬された。アブドルバーハ・バハオラによって後継者に指名されたのは彼の長男、アブドルバーハの下辺を意味するであった。バハオラは長男を聖約の中心と呼ぶように定め、すべてのバハイ教徒がバハオラなき後、彼の指導に従うよう指示した。バハオラ自身、彼のことを息子でありながら使と呼んだという。 アブドルバハはすでに父の長い追放と監禁の生活を共に過ごしていたが、継承後も監禁生活は1908年の青年トルコ人革命まで続いた。解放後、アブドルバハは父の教えをアラビア語で光を求めるものを意味するバハイと呼んだ。彼はヨーロッパ、アメリカ、カナダに旅行して世界的な戦況を開始し、 多くのバハイ教文献が様々な言語に翻訳された。1921年11月28日に、アブドルバハはハイファで亡くなった。遺体は、バーブの意外のある性病に埋められている。将棋エフェンディアブドルバハの孫であり、また、バーブの血を引く。アブドルバハは父、後継者として、最年長の孫、将棋エフェンディを守護者に任命した。 アブドルバハの聖居時、将棋エフェンリは、オックスフォード大学の学生であったが、1921年から1957年に、イギリスで死去するまでの36年間、バハイ共同体を導き、世界的規模の共同体の確立の基盤を敷いた。また、この間、バハオラとアブドルバハの著作の翻訳を、精力的に進めた。将棋エフェンリの時代にハイファのバハイ教本部は、 世界センターに発展し、バハイ教の世界不況は大いに進展する。1957年にエフェンディは死去するが、彼は生前に後継者を指名しなかったばかりか子供もいなかった。このため、バハオラの頃からバハイ国際共同体の運営の任にあたり、実務を司っていた大業の抑制者による集団指導体制へと移行した後、1963年に、 世界的バハイ共同体の行政管理を司る最高機関としてバンコク正義員が設置された。日本でのバハイ教は1875年のアブドルバハによるいくつかの言及の後に始まった。日本人のコンタクトは1902年山本寛一がハワイホノルルに住んでいた時が最初であり、ついで藤田最治郎による。1914年に ジョージ・ジェイコブ・オーガーとアグネス・アレクサンダーが日本へ開拓した。アレクサンダーは1967年までの間、約31年日本で暮らした。日本本土で最初のバハイ教への入信者は福田菊太郎だった。バンコク正義員バハイ教には聖職者はおらず、各地のバハイ共同体は地方精神行政会と呼ばれる。 行政機関により管理されている。同様に全国精神行政会と呼ばれる9人のメンバーから構成される行政機構は全国バハイ共同体の事務を支持し調整する役目を負う。その上にバンコク正議員という世界的なバハイ共同体の行政管理を行う9名のメンバーから構成される機構が置かれる。これらのメンバーは 成人のバハイ教徒の中から共同体に役立つことができる信徒を汚選することになっているが自分から立候補したり選挙運動をすることは禁じられている。バンコク正議員は次の権事者が出現するまで全世界のバハイ教徒を指導するとされる。バンコク正議員にはバハオラが法律書、ケタベアクダスに記していない詳細な事項について法律を制定し、また 時代の変遷に応じてその法律を開廃する権限と機能を制約として有している。制約は、バハイ教の中での分裂や文化の形成、共同体内での個人の独善的な解釈を阻み、刑事と教えを守る役割を持つ。それゆえ、バハオラの後継者、アブドル・バハとその後継者、将棋ン n お及び上述の万国正義員の正当性を否定し、 無視する信徒、または他の個人や機関を正当性のあるバハイ共同体の気候だと訴える信徒は制約を破る人としてバハイ共同体から除名されることがある。アーク世界センターはバハオラ病、バーブ病とカルメル山の庭園とアークの建築物を含むエリアからなっている。アークはバハイ教本部の複数の建築物の総称であり、バンコク正議員所在地、 国際教育センター、国際文書館、聖典学習センターからなる。5番目の国際和配図書館の計画は、土地所有者との売買の問題で建設されていない。国際的な管理と調整が、世界センターで発生し、国際レベルで影響する宗教に関する決定や、聖典の研究や翻訳を含んでいる。世界センターは巡礼のための目的地となっている。 2008年7月、ハイハト、西ガリラヤのバハイ教聖地群として、世界遺産に登録された。バハイ教には、聖職者はなく、説教も天礼も決まった祭礼もない。ほとんどのバハイ教の集会は、個人の家、地域のバハイセンター、何らかの設備を借りて行われる。2017年、カンボジア初となる礼拝堂が、バッタンバン州において建設された。 バハイ礼拝堂、マシュレゴール預かるウィルメットのハウス・オブ・ワーシップ、ロータス寺院、ニューデリーこれは、バハイの聖典で、バハイ礼拝堂と呼ばれる機関を指す。これは、病院、大学を含む複合体の中心を形成する。最初のバハイ共同体が設立されたアシガバートは、当時ロシア領であり、イランでの迫害を逃れた、バハイ教徒は、アーゼルバイジャンやトルクメニスタンへと逃れた。 アシュガバードでもシーア派過激派が、バハイ共同体を襲撃したが、行政府は襲撃者を逮捕し、裁判にかけた。これは、公式な行政府が、バハイ共都に対する迫害を許さなかった初めての例であり、アシュガバードは、バハイ共都の居住地として、有名になり共同体は発展した。後に、すべての宗教を非合法化とした、社会主義政権となり消滅した。 現在世界では9カ所に大陸礼拝堂があり、バハイ教徒以外の宗教信者にも祈りの場として解放されている。アメリカ合衆国、イリノイ州、ウィルメットウガンダ、カンパラオーストラリア、ニューサウス、ウェールズ州シドニードイツ、ホフハイムラゲンハインパナマ、パナマシティサモア、ティアパパタインド、ニューデリーチリ、サンティアゴカンボジア、バッタンバンバハオラは、 人類集合のこの時代において世界的政府の必要性について書き記した。この強調されたことに従って国際的バハイのコミュニティは国連のような組織によって国際関係を改善する努力をすることに決めた。バハイインターナショナルコミュニティはハイファのバンコク正議員の指導のもとにこれらの組織に顧問の地位を持っている。バハイインターナショナルコミュニティはニューヨーク ジュネーブの国際連合に事務所を持ち、地方委員会での大議権を持ち、アジズ・アベイバ、バンコク、ナイロビ、ローマ、サンティアゴにも事務所がある。バハイ教は世界が一つの国際的な補助言語を採用することを主張する。その目的は民族間、国家間でのコミュニケーションと統一性を改善することにある。しかしながら、 その補助言語は既存の自然言語を抑圧するものではなく文化的な区別を保存するために多様性の中のと統一という概念を適用しなければならない。バハイ教の教えには人類の単一性に対する強い焦点がある。それは世界の民族間の改善されたコミュニケーションを有機的な世界の統一性に関わる部分だとみなすからである。 非常に多くの言語の存在が情報の自由な流れを阻害し、平均的な人間が世界の出来事の普遍的な展望を得ることを困難とするので、バハイ教は言語の現在の多様性を人類の統一性にとっての障害とみなす。国際補助言語の選択と制度化の原則は、バハイ教の重要な教義の中にある。バハオラはイシュラーカートと マクスードの書簡の中で、共通語の不在は異なる言語の民族間のコミュニケーションの不足であり、世界の統一への主な障害であり、言語による誤解が世界平和への努力を蝕む、と教えた。彼は、人々はお互いに理解し得るかもしれないと、人類が母国語に加えて補助言語も学校で教えられるように主張し、補助言語が採用されないままでは、 人類の完全な統一は実現されないだろうと述べた。アブドル・バハーは国際補助言語の原則の促進を人類の世界に対する第一の貢献とし、そ実現を人類に利益と喜びが与えられる時代の最も偉大な達成と呼んだ。しかしながら、バハオラは補助言語は既存の自然言語を抑圧するものではないと強調した。バハイ教は 文化的に異なる成分が単一性と互換性を持ち、人類が世界の至るところで様々な文化によって豊かになるとする。言語的少数派は自分の母語に従って文化を維持するので、国際補助言語を持つことが大多数の言語グループからの圧力を退け、少数言語を保持するであろうとする。バハイ教のいかなる権威者も国際補助言語に どの言語を採用するかということは明示しなかった。バハオラは次のように述べている。世界言語は既存の言語から選ばれるか、発明される言語から選ばれるであろうアブドル・バハは、エスペラントの理念を称賛した。19世紀後半から20世紀前半のエスペランティストとバハイ教徒の間には、共通点があった。1913年2月12日に、パリ・エスペラント協会で述べている。 ドクター・ザメンホフにエスペラントを作らせたもう高みに賞賛があれ。それは国際的な通信手段になる潜在的な特質を持っています。私たちはこの大きな努力のために彼に感謝するに違いありません。この方法は彼の同胞たちに非常に役立ったからです。エスペラントの熱心な推進者の不屈な努力と自己犠牲によってエスペラントは世界的なものとなるでしょう。 したがって、私たちすべての人はこの言語を学ばなければならないし、可能な限りそれがより広く認められて、世界すべての国家及び政府によって受容されるかもしれないし、公立学校のカリキュラムの一部になるよう広げなければなりません。私は将来の国際会議や協議会でエスペラントが採用されることを望みます。そうすれば、人々はたった二つの言語、 自分の母語と国際語の二つがあればいいことになるでしょう。世界の人々の間に完全な統一が確立されるでしょう。今日、様々な国家とコミュニケーションすることがどれだけ困難か考えてください。50の言語を学んだとしても、さらに他の国に移動すれば、そこの言語を知らないかもしれない。私は、あなた方が極めて努力することを望みます。そうすれば、 このエスペラントという言語が大いに広がっていくでしょう。こうしたエスペラントに対する行為にもかかわらず、将棋エフェンディとバンコク正議員はエスペラントを補助言語とすべきという公式な指示はないということを強調した。現在、バハイ教王とエスペランティストの活動的なサブコミュニティが存在している。バハイエスペラント連盟は1973年に設立された。また、 ルドビコザメンホフの末娘であったリディアザメンホフはバハイ教徒であった。アブドルバハの求めでアグネス・ボールドウィン・アレクサンダーは初期のエスペラントの衝動者となり、日本での会議や会合でバハイ教を広げるためにそれを使用した。バハイ歴はバーブが宗教を宣言した年である1844年3月21日を起点として定められた暦を基礎とする。 一歴年19ヶ月、一歴月19日で太陽年に合致させるために4日か5日のウルービーがある。新年はペルシャで伝統的にノールーズと呼ばれるものに相当し、断食の月の終わり、3月21日の近くの春分の日に生じる。コミュニティはフィーストと呼ばれる会合のために各月の初めに集まる。ありがとうございます。